けたネイルの色が薄れるたび今も残る君の体温閉じ込めてみてもバラバラに砕け散った思い出のかけらたち集め今では君が遠くに感じて思いは届かないそっと方もこんにちは、ミワです。多分ね、知ってる人いると思うけど、ちょっとね、今日は久しぶりに大きいステージ立てて嬉しいというのと、多分私が今ミワになる前知ってる人たちも来てくださってると思います知ってるよ、知ってるよ、ちゃんと聞いてるからひまわりとかね、聞いてるから、まあ、あれなんですけど、まあ、それは後ほどということで、でちょっと一
個だけ告知したいんですけど、今月の27日に表参道のアイビーホールで、チャペルでライブするのを知ってる人、あ、少ないけどでも知ってくれてありがとうで、ウェディングドレスを着ます。それで私だけなんでそう、今期が遅れるって言うんだけど、あ、結婚しないしないなんだけど、まあ見に来てほしいなって思ってます。てか見に来てくださいはい、ということで、じゃあ最後の曲ですねすっごい懐かしい、このえーってねみたいな、いやーみたいなね、でちょっとその嬉しさに浸りつつ。